こんにちは、森有里です。はい、ただいま朝の5時54分微妙な時間でございます。おはようございます。モーニングルーティーンのブレイクファーストバージョンになります。森有里が朝起きて、まあ、大体今何を食べているのかとか、まあ、今日のね食べ物だけなんですけれども、まあ、和食だったりとか、まあ、洋食、まあ、パンとかサラダとかスープとかにもよるんですけれども、毎日、まあ、今日の撮影はちょっと夜までかかりそうだからそれまでロケ弁とか食べられないなっていう日は洋食にして、まあ、腹持ちがいいものを食べたりとかするんですけど、自分の家で過ごしたりとか、まあ、家の作業だったりとかあんまりこう外に出なくて、とりあえず活力だけ、一日の活力だけっていう日は和食を作ったりとかをするんですけれども、ちょっと今日なぜ私がねちょっと今日4時から起きてるんですけど2時間しか寝てなくてちょっとぼーっとしてるんですが、まあ今日はちょっと朝からバタバタと撮影で、あと1時間ぐらいしたら出なければいけないので、ちょっと今日はモーニングルーティーンの、ブレイクファーストバージョンと、あともう一個の方は音フェチであげたいと思います。ということでご覧ください、どうぞ。ちなみに今日のパンはふわりチーズブレッドになります。これすごくもちもちしているんですけれども、これをちょっと表面をこんがり焼きたいので今回は焼くことにしました。そして今日のスープはエビのトマトクリームスープパスタになります。ちょうどねエビがアレルギーをなんか起こしたのかちょっと右手にポツポツってできてたんですけど、トマトクリームだと思ってたらエビが入ってたからちょっと心配。そして卵2人分です。あとは後ほど紹介するんですけれども、ミルクティーを飲みたいなと思います。それでは料理を開始していきたいと思います。さっきね野菜食べるって言ってたんですけど、なんかもう多分これだけで2人で分けて食べるんですけどちょっとお腹いっぱいになっちゃいそうでそのぐらい私たち朝ごはん食べないので、ちょっとねここにね今からミルクティーを作るのでちょっとお腹いっぱいになっちゃいそうだから、サラダはねちょっと次回にしようかなと思います。それでは私の朝ごはんはこんな感じでございます。はい、ちょっと冷めてきてしまった、せっかく温めたのにここまで見てくださった方ありがとうございました。これからの私の食べる様子を見たい方はですね、いるかわからないんですけれども、咀嚼音動画の方にあげたいと思っておりますので、そちらをご覧ください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。もう撮ってたらあと30分で出なければいけない時間になってしまったので、ちゃちゃっと食べたいと思います。本当にね、このスープデリはいつも本当助けられてて、結構なんだろうな、私にとってはスープデリー様様な感じの時もあるんですけども、こんな感じで私の朝はいつも始まります。まあ、優雅に、まあ、毎朝ミルクティーなんか飲んだり、あとコーヒー飲んだり、白湯を飲んだり、まあ、白湯の方が多いかな一番。今日はたまたまミルクティーでした。はい、ということで私のモーニングブレイクファーストの
朝はまあいつもこんな感じで食べてます。はい、で咀嚼音はですねこれから撮りたいなと思っていますので、音フェチ動画は、同時にあげるか次の日にあげるかわからないんですけれども、あげさせていただきたいと思います。すごいカミカミ、おもねうますぎる。はい、ありがとうございました。森ゆりでした。バイバイ、行ってきます。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンは上にあります。そして過去のモーニングルーティーンの髪の毛バージョンはこちらにあります。はい、今回は女神様とか演技とかをしている時間がなかったのでできなかったんですけれども、ブレイクファーストの本当にこの寝起き状態で撮りたかったので、はい、寝起き状態で撮らせていただきました。これからも盛り上げよろしくお願いします。バイバーイ。